おはようございますす榎本です今日のテーマは「水耕熱を節約する」っていう話をしたいと思うんですけどもまあ本当にね外的要因が厳しくてなかなか売り上げも上げるきっかけが難しいですよね。そんな中でねいかに経費を節減していくのかっていうことが重要だと思うんですけどもまああのスタッフとね一緒にその水耕熱費を節約するっていうことをしてもらいたいんですね。 でもちろんその水の節約とか電気の節約とかっていうことを一緒にやるんですけどもその時にですねなんで経費を削減するのかっていうことをよく説明してそこの共有をするチャンスにしてもらいたいんですね。でやっぱりその利益を上げることっていうことがすごく重要だっていうことをぜひスタッフにも分かってもらって。 それとセットでみんなで一緒に節約をしようっていうことを実際に行動していくその考え方と行動っていうものを一緒に合わせてみんなでやっていくっていうことがすごく学びになるのでぜひ試してもらいたいと思いますそれでは今日も一日張り切っていきましょうあなたはできる